はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回のテーマでございます。アイアンが劇的に上手くなる4つの方法、4つのドリルということですね。アイアンが劇的に上手くなる4つのドリルをご紹介いたします。で、今回のテーマです。今回のテーマはアイアンは左のお尻を使えと、お尻を使えということでございます。皆さん今ね、地面反力というのが非常に流行っておりますが、地面反力ね、まあ使い方いろいろありますけれども、アイアンとドライバーでは大きく違います。まあ、どう違うかと言いますとですね、まあ、アイアンは結構左にこう残ってるんですね。左に残って、左足でここで地面反力を使っていく。ほとんどこう右足って、まあ右足もあれですけれども、まあ、左足をメインに使う。そしてドライバーです。ドライバーっていうのは今度右足にこう、まあ、この場でもまあありなんですけど、この場でもあれなんですけれど、どっちかっていうとテイクバックを上げるときは右にこうスウェーをするというか、まあ体重を移すパターンもありますけれども、まあ左、右足をこうね、右足でこう踏ん張って上に持ち上げていくわけです。ですので、あんまりね、その地面縦方向のバーチカルを使う場合、ダウンスイングでもこう両足で下がって両足でこう飛んでいくようなイメージです。ただアイアン、まあロングアイアンはまあそんな感じでもいいと思うんですけど、特にショートアイアンはやっぱり左サイドに、まあ左一軸打法っていうのは流行りましたけれども、左にいるまんまでいいぐらいの感じですね。で、左でのお尻でガーンと、左のお尻で蹴ってヘッドを走らせると、まあいうような技術が必要になります。で、なんでこれを踏むかというとね、これをやっぱりグリップエンド方向に対してヘッドを引っ張るとヘッドって加速するんで、もう早い話、左軸にしといて、左のこの今の円がここで回ってんのか、ここで回ってんのかって話です。ドライバーはここで回します。アイアンはここで回すというような感じ。だ、当然この入射角度がサイドブローもしくはアッパーブロー気味で当たるドライバーと、ね、こっち側にいますからちょっとダンブロー気味、上から下に当たる。ダンブローに打つためには左のケツなんです。アッパーブローに打つためには右のケツですね。右もとっても重要です。だ、ホームランバッター飛ばすためにはね、あと足に軸入れますけれど、アイアンの場合は左足、これは地面にあるボールを直接コンタクトしなきゃいけないから、この地面反力の使い方が変わってくるわけです。だ、そこでまずドリルを紹介していきたいと思います。まずは、1つ目、この右足でこのカゴなりバケツなり、まあ練習のカゴはねちょっと弱い場合が多いんで、ちょっとマナー的にも良くないと思うんで、自分でこういったねちっちゃいバケツを持って行ってもらって、このね、あのバケツを右足に置いて打ってみてください、ね、こういった形で右足にバケツを置いて、そうするともう左足一本軸ですね。もうほとんどね、左足に体重がかかってこういう感じです。そうすると左のお尻がものすごい鍛えられます。まあこれがまず一つ。まあこのバケツがないよという方はこのバケツを置いといて、
まあ単純にこうつま先立ちでもいいです。もうちょっとね左でつま先が、あ、右足のつま先がねつくかつかないかぐらいで、左の足の反力を、こういうこの縦方向の反力を使うとヘッドが動きます。これを使います。左の一本で、左、これはね、あの下半身の強化にもなりますからね、右足をちょこんと支えるぐらいにしといてね、その際やっぱり、ね、タイガー・ウッズでもみんな頭下がりますからね、ダウンスイングの時下がって上がると、こうすることによってここを中心として円運動の中心方向に引っ張る動きができるんで、これをいっぱいガーンと使えば使うほどヘッドは加速しますからね。この左のケツをガンガン使ってトレーニングしてください。そして、まあこういったバケツを使ったり、右足をつま先立ちしたりというのもいいんですけれど、本当はですね、本当はめちゃくちゃ左足下がりから練習するといいんです。これ藤田さんも動画で教えてくれましたよね。すごい調子悪い時どうするんですか、めちゃくちゃ左足下がりから練習するんだよ、尾崎立夫さんも昔ね言ってました。俺が調子悪い時はあの左足下がりから練習するんだよ言ってました。この左足下がり、まあそれがなければ、まあ、平らなとこでもこう平らなライでもめちゃくちゃこう斜めにこう構えると、あの左足下がりをねこう嘘で作ることできますので、こういうふうにこのアライメントをこう下げましょう。その時左膝はちょっと前出ますからね、はい、左膝前出ます。そしてすごい左足下がりの状況を作り打っていくと、まあ、これ3つ目です。あとはバランスボールですね、まあ、バランスボールみたいなもの、これちょっとボールに例えますと、まあこれを左足一本で放り投げると、まあ全部4つのドリルといっても、まあほとんど全部やってるようなことは一緒なんですけれど、あとはまあこういうのもいいですね。左足こう正面に、左足を前にして思いっきり投げてみてください。思いっきり投げるときにすっごい進み込んでこうやんないとね、あの腕は振りづらいですからね。ある程度でもゴルフボールよりもある程度重さのある野球のボールぐらいがいいかもわかんないですね。左のお尻を使ってガーンとバランスボールを使ってアプローチでもいいですよ。アプローチ、サンドウェッジを使って左足一本でやってみてください。左のお尻がパンパンになってきますので、これで皆さん、どんな悪いライ、どんなへこんだライってもね、左足一軸イメージ、これでいくと、すごくね、あの、ボールをいい風に、コンタクトできます。で、ヘッドが落ちていくとき、落ちていくときには自分が上がればヘッド勢いつけて落ちますからね。ヘッドを落としたいときに自分が当てに行っちゃうとヘッドは下がんない。ヘッドを落としたけど自分が上がればヘッドは上がります。ですので、この左のね、お尻を、まあ、鍛えるという
ことがアイアンにね、直接響いてきます。アイアンが劇的に上手くなってきますので、まあ、このドリルもやってみていただければと思います。まあ頭のね移動っていうのはタイガーとかみたいにぐーっと下がってこっからガーンと上がっていくパターンの人もいますけれども、球をねこう上げたくないパターンの人、例えば宮本勝正とかね、そういう選手はだんだんインパクトの方がぐーっとこう下がりますけどね。で逆にその人はこの加速は逆に使わない、逆にこうアイアンとかは球を上げたくない人、ここで上がる自分が上がるとヘッドがちょっとアッパー目に行きますんで、ちょっと球が高くなっちゃう。だこの使い方は球がねこう上がらない人は、まあ、こう使った方がいいというよりは、こう使えない人が球が上がらないので、もしかしたらこれはちょっと、やりづらいかもわかんないです。そういう方はこう高いトップからぐっとこう回転系にね、回転系で、左のケツを使って左のケツがこう浮かないようにね、ガーッと低いお尻をイメージしながらやってみてください。まあ、宮本選手がね僕のこの家に来てくれた時は宮本にちょっと地面反力やってみてって言ったら全くできなかったんですが、あれも滑稽で面白いんでそっちの方も見ていただいてね、あこう地面反力の使い方って人それぞれなんだなっていうのもぜひ見ていただければと思います。地面反力ってね詳しく説明すると縦バーチカル横ホリゾンタルでトルク回転、この3方向あるんですけれど、PG ツアーのほとんどの選手この3つのうちの2つが得意で1個は苦手らしいです。だから決して僕が言うようにこの上に上にというのがちょっとねもう最後に言うのも申し訳ないんですが、これは苦手っていう人はこのトルクの方に行ってみたり、今度ホリゾンタルの方でこれねこうビハインドのこの横を使って打つということもやってみてください。ただみんな全部に言えるのはアイアンは左足使いますよっていうことです。左足が要になるので、ぜひ、左のお尻をね鍛えてアイアンを上手くなっていただければと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。